リーのですね、内部を皆さんに紹介したいと思います。まず選手ですね、オーロラね。こんな感じで進行方向がですね一望できるサロンでございます。で、次やっぱりフェリーに乗ったんですね。ここ行きたくないですか。めちゃくちゃ綺麗なですね夕日を見ましょう。飛び出せ青春的な、すげえ綺麗な太陽ですね。この写真が痩せすぎてるという詐欺写真じゃないかっていうねすいません、このパフォーマンス中に痩せたいと思います。頑張ってもっと動いて。チャンネルフェリーって言えばですね、あ、今ここですね。ほら今ここが小樽なんで、もうちょっとなんですけどね、ここか、あともうちょっとが長いんですよね。でこれマッサージするとこもある、100円でマッサージできます。はい。そして売店、でも売店は閉まってる時も結構あるんですよ。的にはこれですね、やっぱ北斗っすね。コロナの時はもう立ち入り禁止でこの辺止まってたんですけど、開放されてますね、素晴らしい。はい。で売店が閉まっててもこうやってアイスとかはね常時食べれるんですよ、カップラーメンとか。ただお酒とかはもう入港する直前とかはやっぱ飲酒とかもあるんで、こうやって売り切れにして買えないんですよね。また出港したら買えるんですけど。でジュース、タバコが売ってると。え、今タバコって600円もすんの、めっちゃ高いな。まあ、案外あとはですね、こういう新聞なんかを読んでね余暇を過ごすっていうのもですね。
ちなみに映画もやってます。小樽に到着しました。一瞬ではあるんですけども、ちょっと一瞬降りたいと思います。さあ小樽の、ターミナルに到着したんで、まず、1時間半ぐらい時間ちょっと余裕あるんで、ここの Wi-Fi を利用してですね、2日目の動画をアップロードしたいと思います。はい、出ます。今ねアップできましたよ。さあ北海道小樽に到着しました。まああの半パン T シャツですけど、まあ、ちょっとだけ肌寒いですけど、全然この格好でも寒くない。さすが夏って感じですね。僕と同じ F がおる。 GSR の F います。全く同じやつ。めちゃくちゃバイクいます。去年も来たセイコーマートの近くです。やっぱりあの日本一周とか、やっぱ北海道なんでバイク旅して荷物積載とか多い人結構いっぱいいますね。やっぱりやっぱそういう人が寄るところ、港も近いしみたいな。すごいバイクいっぱいいますよ。ほら積載みんなすごいもん。やっぱここっすね。ここを前回来たんですよね。発言、これがやっぱ北海道に来たって感じしますよね。もう一回乗ります。さようなら小樽。
自慢を持ち出して若い頃の思い出語り始めたらいけてない。とにかくバイクの関連動画間違い